生命塚生命塚は、静岡県掛川市大淵にある塚である。平安時代の恩苗詩、安倍の生命にまつわるもので演習七不思議の一つに数えられる。生命塚とは、安倍の生命の時代の後世に祈祷したちが、安倍の生命を祖師として記念し、佐賀嵐山の生命神社などをはじめとして、日本各地に建てた塚である。この生命塚は、静岡県掛川市、 大淵、国道150号線からやや南に入った砂地に存在し、国道沿いに小さな建て札が建てられている。かつての大須賀町の町指定文化財であり、現在は掛川市の文化財となっている。旧、横須賀町は市の沿岸部に存在し、しばしば津波の害に襲われた。ある時計で、名高い恩苗をし、安倍の生命がこの地を訪れ、村人に壊れて帰島をした。 その際、あずき色の石を積み重ねたという。その祈祷のかやってかこの地では以後津波の害がなくなったと言われる。現在では津波の他に薬病も防いでくれると伝わる。薬病よけのガをかけて赤、またはあずき色の石を塚から一つもらってきてお守りとし、もしもがんが叶ったなら、二つの赤い石を塚に戻すと良いという。 どんな色の石を持ってきても小豆色に変わるとの伝承がある。静岡県掛川市大淵。ありがとうございます。